最後の夜だよ、はい、寝てちゃもったいないよ、はい、そうっすね。破天荒ナス D の無人島で2泊3日0円生活 YouTube 版。ここまで全く寝ないでなんと31時間が経過。いよいよ後半戦に突入。2日目の昼、ナス D は荒波に飲まれながらもひるまず森で一突き、見事ブダイをゲット。そして取れたて新鮮なまま海中で下処理を施し、なんと海中でかじりついた。一方のよい子、もう帰ってきた。追いかけてくれ、追いかけて、追いかけて、マサルディ。もっと慈しみを持ってかけ。そうですか、うん、祖先の墓を参るようにかけろ、ちゃんと、はい、あて。ガメあて。2日目の漁で浜岸が取ったのは貝。その後は無人島生活で自身初となる釣りに挑戦。下が、あ、ダメだ。あ、風が強すぎて飛ばへんな。開始 0.2 秒で終わったかもな。現在浜口11、ナス10、ナスが追い詰めてきた。さらにナス D は昼の漁を続行。浅瀬では岩の下も捜索。ちなみにナス D のウェットスーツは浅瀬では浮きやすいため、重い岩を持って体を沈め、浮上するときは岩を離すのだ。カメラマンが顔を撮ろうとすると、邪魔だから下がってくれと指示。かなり一丁前だが、潜りの方はダイバー顔負けの実力。お風呂で練習したという息止めでずんずん潜る。こんな体一つ分の隙間へも、テレ朝のデスクにいる時よりも相当生き生きしている。岩の裏も魚が隠れていないか入念に確認。実はこれ、ロケハンではいつもこのようにしてあらかじめ魚のいそうな場所に目星をつけている。自由気ままに泳ぐナスに対し、水中カメラマンはずっとバックショット。その距離もだんだん広がっていった。ここで少しずつ浮上。深い場所から浅瀬に向かうと魚に気づかれにくいとナスは言う。そしてある場所へ。これはコンクリートを組み合わせた消波ブロック。海岸沿いに置き、大きな波が来てもその隙間によって波の力を吸収。さらに表面には海藻や貝類が付着し、それを餌にする魚も住みやすい場所となっている。ただ高波の時に近づくと波の吸収とともに吸い込まれ、命を落とす危険性もある。川にあるタイプのものは常に吸い込まれている状態のため、近づくのは非常に危険である。タレントさんとロケをする際、スタッフはこのような知識を事前に知っておくのだ。その後も森を引き、海中深くで獲物を探索。そしてついに見事ひとつき、赤エイゲット。とここで逃げられたが、すぐさま追い、今度は頭上からしっかり。もう逃がさない。うわー、超すぎてない。どっかあるぞ。怖い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 、危ない。どっかあるぞ。危ない危ない危ない、しっぽりどっかあるぞ。危ない危ない危ない。そんなエイは煮付けやニコゴリにすると絶品。毒があるのは尻尾、トゲトゲの返しがあるので刺されるとなかなか抜けない構造。
不死身の男との異名を持つクロコダイルハンタースティーブ・アーウィンはテレビ番組の撮影中、巨大なエイに遭遇。近寄った際にエイが尻尾を振り上げ、毒針が刺さり、そのまま亡くなったという。ちょっとちっちゃめのエイだったんで、じゃあ逆に取っといたんですよ。今日はエイをナビにする。さらに、ウミヘビ発見。こいつは選ぶウミヘビ。小さな口に毒の牙を持つ危険生物。めったに噛まれることはないというが、非常に強力なその毒はハブの80倍。ナス D はそんなウミヘビにもビビらず、首根っこをがっしり捕まえた。幾多のサバイバル企画のロケハンで対策は十分学んでいるのだ。そんな毒を持つ海の生物で特に危険なのが、この鬼だるまオコゼ。一匹5000円ほどする高級魚だが、背びれに強力な毒針があり、毒を噴射。その強さはハブの30倍以上。その針はビーチサンダルを貫通するほど硬く、普段は岩場に擬態しているため気づかずに踏んでしまうことがあるという。ただその身は絶品だという。ダーン！びっくりした。口ちっちゃいから噛まないですよね。ほんまや。毒あるぞ。怖い。大人の皮をかぶった子供みたいな感じですかね。水の中の身のこなしが早いですよ。水泳とかやってる人は結構うまいんだけど、そういう人とまた違ってナチュラルな強さがありますね。水の中であんなに動く人は初めて見ました。もうやめて海女さんやった方がいいんじゃないでしょうかね。ここでついにナス D 逆転。一方、よい子は拠点作りに珍しく浜口も参加。持参したビニールシートでコンパクトな家を作っていた。一方、漁を終えたナス D は休まず作業を進める。ちょっと料理の飾りで花を、高級料理店とかでこの添えてあるやつあるじゃないですか、はい、取ったやつなんですよ。誰かが栽培したやつなんですよ。食材にちょっと手袋入れちゃって焦って。これ長命草だと思うんですよね。後で香り付けで刻んで入れたりしたい。昔野草とか香草を使ったイタリアンやってみようかなと思ったことがあって、はい、でちょっと勉強したんです。その時これを塗って10分から15分置いて、かゆみが出てこなければ大丈夫です。かゆみが出てきたら人体に影響があるっていう意味です。これはといった2秒後、うん、10分から15分、うんうんうん、ちょっと時間がないんで、10分から15分経つともう日が暮れちゃうから、はい、透明風かな、まっちゃけ全然わからん。体調悪くなるかな。すごい夕景が、ちょっと目に焼き付けとこ。実は夕焼けを見てこんなことを、はい、これはもう放送しなくてもいいやつです。インスタで流します。ナス D は今の気持ちを歌に乗せた。この無人島にあるもの 100% で作ってます。成長ありがとうございました。ちなみに今後もう一曲あるようです。あれ
蓋持ってきましたっけ。蓋を忘れた。もう蓋一個でバタフタしちゃう。もう全部分かんなくなりましたもん。一瞬パニックになりました。演奏来ると確かに物のすごい大切さ分かりますよね。調味料がないので料理の幅を広げるために野草を採取。さらに何してるんですか。海水から塩を生成します。なんと海水を汲み調味料となる塩を作るという。うわ、ちっちゃい魚取れた。え、ほら海水作ったらちょっとちっちゃい魚も取れた。3リットルぐらい取ったんで塩が 100g ぐらい作れるはず。小魚入ってるとそのまんまちょっとだけ出汁効いた塩になりました。だっつの味。めちゃくちゃ忙しい。はい、忙しい。総理大変ですね、これ。大変ですね。行きます。一人なんで一人分でいいからその分楽っちゃ楽なんで、はい、で行こう。帰ろう。でもこれでね、野草と塩2つ増えますから、はい。みかんと香草とかもうちょっとやる。ドラブキとかもあるはずなんですよ、うん、あ、そうなんですね。見かけないんですよ。全然進んでない。無人島もこんだけ楽しみにしてきましたっていう。全部やりたいことが21ページ目まであるんです、うん、全然できてない。 今何ページ目なんですか。今2ページ目の途中でした。まずは海水から食塩作りますか。しかし火が消えちゃってる。5秒ですか。火は一つのところに力を集中すると発生しやすいんです、2ページ目の途中からってなりますね。前日は竹をこすりおよそ5分でついたが、今回使うのは単一電池8本並んでます。ワニ口クリップが2個。電気回路を組むときに導線として使うものです。その先にシャーペンの芯 2B がついてます。家で作ってきました。せか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 。このまま運んできてます。はい。仕事ほとんど全部。今回シャーペンの芯 2D 使うんですけど、フィラメント代わりに使います。で、黒鉛が電気を通しやすいので電流が流れるとプラスからマイナスに、クリップよりも電気を通しにくいんですよ。で、流そうとするとここが渋滞みたいになっちゃって電子が動き回るんです。わーって。それがエネルギーとなって熱になるんです。これは麻紐をほどいたんです。こっちとしては使いやすいです。着火剤としては新聞紙用意しておくとインクで発火しやすいです。こんなことは絶対ないんですけどね。無人島にシャーペンの芯とワニ口クリップと麻縄と電池とガムテが落ちてるってこと。ライター持ってる確率の方が高い。これだってこっちはいくらかかるんですか。製作費ですか。1200円です。肌つく。言った通りわずか5秒ほどで火種ができたので、これを北地へ。あっち。北地にしっかりと引火させてから、今度は慎重に枝や枯葉に移し火を大きくする。まさか。まさか。ここで枯葉に火が移った。はい、着きました。無人島に来て電池とワニ口クリップとシャーペンの 2B の芯とガムテあったらですけどね。はい、終了。防災とかでサバイバルを考えてる人がいたらライターを持ってましょう。油断も隙もない。火はちょっといい方消えようとしてるから。延暦寺の火が1200年続いてるって言うでしょう。毎日お坊さんが油を継ぎ足して1200年間火をつけ続けたんですよ。そっから油断大敵っていう言葉が出たんです。湯を立つと火消えちゃうよってことなんです。油断って言葉はあそこから来たんです。今油断も隙もないって言っちゃいましたよね。しょうもないことにこの火をつけるまでだいたい1分使っちゃいました。やりたいことが1個減る。そして塩作ります。使うのは中華鍋。ボコ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 沸かして塩を作ります。で、中華鍋にした理由はくぼみが中心にあることで熱が均等に回るんです。これ魚1匹入ってますんで魚のだしも入れますから。はい、ごめんなさい。魚にも個性あるって言ったんですか。はい。この子はどんな。こっちこちょいですね。こっちは狙ってないね。ここでこんな話を。日本ほど海に恵まれた国はないんですよ。北は寒くて南はあったかいじゃないですか。黒潮と日本海と四季もあるじゃないですか。魚種も日本に全ているって言われてるんですよ。なのに魚を見にパラオに行くんですよ。パラオの人に日本にいるでしょってよく言われます。日本人は魚の国だったのに肉食のが超えたんですよ、魚食を。
肉の国になってたんですね。昔は魚の国だったんです。こんなに日本ほどすごい島は本当は全然ないんですよ。すごいですよ本当は。アジア胡椒大の出汁、取った魚を海水で煮込んだ鍋、昨日の残り物だが実はこれ今日一食目。お味はうひょ。この日初めての食事は体に染みる。すっごい美味しい。ああ美味しい。ああ美味しい。これは誰にも言われん。でこれグツ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 煮込んでいくとフォンドコキーユ、フォンドボーってあるでしょ、はい、肉と野菜で取った出汁がフォンドボー、あれの魚版、魚介のスープを煮込んでソースにしたものがフォンドコキーユ。塩ができますから調味料2つ。脱酢の味。このくらい。塩ができるまでも一切休まずやりたかった作業へ。とにかく時間がないので。やばい、延長したい、延長したい。30分いくらで延長できます？6000円。やる。じゃあちょっと30分ずつ増やしていく。何作ってんですか？家具作って、椅子。アーティスティックな感じにしたかったんですけど。どれぐらいできるんですか椅子？30秒。そうです。今回鶴にもいろいろ特性があるって知りました。柔らかくて結びやすいやつと、太いのに結びづらくてすぐ切れちゃうやつ、人と一緒の。魚も性格がありますから、人懐っこいやつと喧嘩をしないやつ、大体すごい人に興味あるやつをつくんですよ。ちょっとだけ複雑な気持ちあります。懐いてるところ森で一つき。チラチラ野草とかも気になりながら椅子作ってる。大工じゃないですか。何回それ言うんですか。ありがたいですけど。ここに来てツタでよかったかなと思って。なんかもっとおしゃれになってきて、スピードが半端ない。早いでしょ。早いです。この島に落ちてる材料に自分は慣れてきた。スピードは上がってる完全に。この家だと今だったら2時間で作る。履いてきました椅子。とりあえずどうでしょう。お客さん用の椅子。振るんですか客。確かにそうですよね。手もたれがものすごい弱い。どうしようかなこっから。あと19ページどうやろうかなと。キッチンは絶対変えたかったんです。じゃあボランティア誰も来てないんで。これページ数で何ページ目ぐらい進んで？今まだ2ページ目です。もう迷っちゃってんから。もう迷っちゃってんから。大工さんの真似が大好きな。大工さんの真似が。もう迷っちゃってんから。そのさっきから言って差し金で金みたいなやつ、うん、好きな大工さんそうです、真似です。差し金持ってきてないから金出せねえじゃん。もう一品も急いで作る。楽しい。基本的には楽しいわこの生活全部。暑いなもう冬なのに。作業は異常に早くなった。この無人島ではナンバーワンでしょ俺が。オッケー、できた。はい、椅子とテーブル。あー多国際この机。花を飾れば。テーブルと机。ちょっとだけできた。まだあるんですかこれ。まだ完成してないんですよ。恐ろしいわ、完成してないでもこれ。まだまだって、まだ2ページ目終わってないんですよ。ここ屋根がないから、うん、屋根作りましょう。忙しい忙しい。忙しくなるぞ。ちょっとその前にアジア胡椒大一杯だけ飲ましてください。一口だけ飲んで元気つけたらもう一回やります。あーまあやれる。忙しいけどなんか楽しい忙しさで。スタッフ一人死にましたから俺の勝ち。こうなったら全員倒れても一人でやっとこう。完成形だけになるかもしれない。スタッフどんどん倒れてってるんで。あもう自分で取る。そうした取れるか。何言ってんのタレントみたいなこと言って甘えて。大丈夫ですか。いや、やりますやります。最後の方で手伝って全部やった感じするのやめてください。この関係者変わんないですからね。そりゃこういう時きついな。ツル使いになってる。ツル使いですね。大変こなしたい。これにはそんなに時間かけられない。ここポイントっすよ。おしゃれポイントっす。2ページやからなって台本やったらいいっすけど、ほんまに2ページやからな。残念なこと。吉野の木が土にちゃんと埋めてるじゃないですか、はい、なんでこっちはもう立ってるだけです、ね、地面の前に自立式の4点でしっかり骨組み立ったんで、ここは人工の漂流物に頼ります。それも組み合わせましょう。漂流物はもちろん人工のものもありますから。どう小葉ちゃん。いいと思います。使いましょう。ずっと寝てたスタッフが起き出してちょっとこっちの現場を見て、
次の寝場所を探してます。いいよ、それは無理ですね。3日間も付き合うのやってるわけじゃないからね。自分は寝て起きてまた寝ればいいさ。別のスタッフもフラフラしてんな。フラフラすりゃいいさ。猫の手も借りたいです。一人だとそうなるんですね、うん、ホルフェがいたらそういうとこも持ってくれてたんですよね。100パーやってくれたでしょ、うん、でもホルフェさんいたら、うん、まだ1ページ目やってると思う。最後1って2人で確かに熱くあの部族はとかいう話をもう5時間ぐらいするから。よいしょ、これもはめるだけ上にポーンって外せるようにパカッと、ね、オープンカーみたいな感じで我ながら変な家ですな。結構一生懸命やってもこんな感じなんだ。中に入るとうわ狭い。これだけのもう1回だけ。ふううまー、ありとあらゆる魚の出汁が出たような。とりあえずここまで完成した。しまった、壁先やったから。もうすごい時間ないってるのにすごい出づらくしちゃった。自分で食べるときだけこっちで食べて、ここリビングにして、ここでキッチン。初めてアク入れた今。さらにまだまだ終わんないよ。9本の藁を等間隔に9等分に向こうの木に縛り付けてます。こう編んできます。交互に交互に編んで折り返してだけなんです。すごい誰でもできます。何本勉強しようと思って本を買ったことある。何でも興味持ちますね。そうなんです、困っちゃうんですよ。それで何と棚開けたの。廊下歩いててバケツめっちゃ見てたら、まあ何でも興味持つんだなって上司に会うことに。ハンガーさえ興味持ったことありますからね。誰が作ってるんだろうこれハンガーと思って。本当は土壁を作りたかったんですけど、もう時間がないんで編みます。壁を編みます。編んで詰めて、編んでまた詰めて、これ壁になりますから。こんな感じの壁にしようと思って編んでって。これは風通さないんですかね。風めっちゃ通します。一個でも上下間違えるからですよね。一個ぐらい本当はいいんですか。一個でも上下間違うと最初からですよねって言いたかったんですか。頭にカメムシが2匹もと思ってますよ。やってます。じゃあいいんじゃないですか。もうその時間もない。シュー見ましょう。シューがシューってなってる。うわあ、急にできてきたシューが。これがなんかめちゃくちゃ濃い食塩水になってるはずなんです。一口飲んでみると。それでなかった。さあそのお味は。辛い。考えられない辛い海水。こうやってどんどん海水の濃度を高めていきます。で魚残ってます。よし編み物しよう。これ一個はもうちょっと根性で編み切ろう。眠いですか。テラさん静かになったじゃないですか。今何時ですか。1時40分。うわー9時までですよね。短いな3日間って。うわテラさん寝てる。怖いわもうゾンビやわ。やった、全員落ちてきた。僕だけやってますよ。ナスはまだ元気だ。オッケー、オッケー、最低限の壁、なんかすだれみたいな。でも仕方ない、本当は土壁にしたかったんですけどちょっと間に合わないんで、つる編んでつるだれの壁にしました。ちょっと足りなかった時間が。もうこれ仕方ないっすよ。もうつるだらけの家になってきたな。つるの家ですね。これどうですか、なんか文句ありますかみんな。なんか全然リアクションしなくなってきたし。全部つるせ。つるありがてえ。ここに来てつるありがてえ。あんだけ憎んでた鶴がありがたい。鶴をちゃんと使った人しか分かんないと思うんですけど、これ外すと壁です。性質を知ってうまいこと使ってあげるとすごい簡単にいろいろできる。見てください、時間なかったんで結んでないです。編んだだけなんです。こっちドン壁。何回やるんですかこれ。あと100回やりましょうか。これねくる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 って巻くじゃないですか。でここにパッて引っ掛けるんです。ここ結んでないんですよ実は。鶴編んでるだけなんです。でこれ何かと言いますと、これ外すとドン壁。いや何回やるんですか。いや何回でもやる。何回でもやりたい。面白い、かわいい。鶴ありがて、鶴がすごく良くなってきた。性格を分かってあげると鶴のものすごい使いやすい。切ったのも自分のせい。結び目の方向が違うと切れる。濡れたり乾いたりで性質がすごい変わってくる。当然人間もそうじゃないですか。雨の時機嫌いいとか悪いとかで一緒なんですよ。これでこれ外すとドン壁。いや何回やるんですか。本当は本音はここの無人島が粘土質なのは分かったんで、粘土で土壁行きたかったんですよ。やり方としては 20×20 ぐらいの格子状の四角い小窓を作ってあげて、竹でうねった粘土下から固めていく。乾いたらもう一段上、乾いたらもう一段上で土壁を作りたかったんですけど、
やりたいことはまだまだある。何ページ目だと思います？これ何ページ目ですか？恐怖のまだ2ページ目です。全然進まないですね。夜は長いよ、寝かせないよ。よし、なんで笑ったんですか？すごいっすね。どういうことですか？すごい元気だな。強い？強いな。でもそっちも強いよ。さすが応援やってたな。同志強い。あなたも強いっす。すごく強いっす。ついてこれないもん普通絶対。みんなもう限界やもんな、きっと。本当はもう一段階リフォームしてみましょう。もう一つ増築しますから。今寝てましたよ。もうちょいここ幅があるから。大きく刈りすぎたんで。で柵も作って、野草とか高層見つけたらここに植えてすぐに取れるようにする。3日間ではもう入んないですね。交互期待、やりますから。ギリギリまでやる。もうギリギリまでやる。明日の12時まで、そこまでやってみる。背伸びして、いっぱい背伸びして、ダメだったら諦めます。諦めれる。ギリギリまで、最後まで。まだまだ終わってない。やりましょう。まだ2ページ目。まだ2ページ目。じゃあ終わりましょう。でこう去っていくパターンをやってみたんですけど、行く場所ないんでこっちに帰ってくるんです。わかります？よくあるじゃないですか、テレビで。このあと人工の漂流物で家が変わりますよっていうパターンあるじゃないですか、よくやる。でも僕らこっち行っても何もないんで、こっちに戻ってきてまた作業始め。寝かさないですから。どこ出かけるんですか？海です。夜中の3時まだまだやれる。約束の50匹。一方よい子はナスリーが漁に出る9時間前、いろんな出汁が出た味噌汁で体を温め。めちゃくちゃうまいな。ほんま過去最高の料理かもしれんな、この出汁。盛り付きいって、うん、盛り付き対決でナスリーに勝つから。ああ、真冬の無人島で盛り付き対決。ここまでナスリー12匹に対し浜口は11匹。元祖サバイバル芸人のプライドにかけ負けられない。13匹。そして14匹と連続でトライ一気に逆転。そして海底に潜んでいた赤エイも一突き。これで浜口リードを3匹に広げ、余裕のナスリーポーズ。さらになんと推定 1.5 メートルの超巨大エイも発見。一瞬たじろいだが、その超巨大エイに突進。そしてあっと、森が体に刺さったまま逃亡。こいつはツバクロエイ。尻尾は短く、毒も赤エイに比べると弱いが、重量は50キロ近い超大物。しかし浜口は森の殻の部分と A の口に指を突っ込み、強引に持ち上げ、そのまま浮上。なんとか捕獲に成功した。えい、過去最大級の獲物や。うわ、でかー。ここで巨大 A 最後の抵抗。やったな。あ、いや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 、なになに、噛まれた。噛んでんの今。噛んでる噛んでる。やめろ、ギブギブギブ、痛い痛い痛い、やめろ、痛い痛い痛い、痛い痛い痛い。エイに今の気持ちを聞くと、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。いや、疲れました。あ、ほんまですか。いや、びっくりしました。あ、そうっすか。逃げたいけどな、はい、100メーターぐらい。はいはい、100メーター追いかけてきたんすか。アホ、追いかけてきよんね。アホですね。びっくりした。なんか通ったぞ言うてた。あ、そうっすか。うん、過去最大級や言うて。テンション上がったっすか。テンションめっちゃ上がってた。取られがいありますね。これで浜口4匹リード。よし、ナス D に勝つために今から俺たちは鯛茶漬けを目指します。この時午前3時。一方ナス D は、はい、寝かさないですから。どこ出かけるんですか？海です。約束の50匹。いや、もうこの無人島フェイカーあと9時間。なんかでもそれ考えちゃうと終わった方がいいになっていっちゃうんですよ、気持ちが。 あれもこれもあるから大変もと思ってる方が乗り切れる。すごい人生前向きですね。そうっすか。はい、盗撮じゃないですか。家の中で入って撮りますか？いいっすか。いいっすよ。よし、こっから海、夜3時ですけどね。
いやだからドキン、だからドキン。あ、すいません。12月31日に西岡澄子さんと海入ってたんですよ。それまではずっとわあ結構辛いな、こんなん何歳までやるのかなとか思ってたんですよ。タレントさんが入ってた時は自分も入ってるんですよ。これ以上やったら危ないですよとかって結構自分でやってるんですよ。それこそ足つっちゃって、ブルブル震えながら帰ったんですよ。それでわあこんな辛いことさせて自分もまあまあ辛いし、ずっと続けていくのかなと思って夜空見上げたら星が満点だったんですよ。12月31日ものすごい 笑えたんです心が、わあこんなことしてる人自分しかいないって、ああやれるだけやってみようと思いました。一生だから楽しい。なんかどんなことでもどんな内容でも人がやったことないこととかチャレンジしてるっていうのは楽しいなってその時思ったんです。自分なんかめちゃくちゃかっこ悪いんですよ絶対。泥臭いじゃないですか。でも自分しかやってない。これは大失敗したり面白くないって言われたり数字悪かったりあるんですよ絶対。これでも自分しかできない。後悔残さないためにできるだけやってみる。じゃあ泣き言なしにやってよかったと思うと、今しかないもんチャンス。終わっちゃったらまた普通の日常が始まる。恥ずかしいとかおかしいとか思われてるんです。もう慣れっこなんで、ずっと変なやつとかおかしいやつかって言われてて、いつか個性に変わる。それがそう信じてやってきた24年。ディレクターずっと夢は一つなんですよ。この業界入ってどうですか。世界一のディレクターになること、世界一のディレクターになりたいってずっと思ってる。でも無理じゃないですか。世界一のディレクター目指してるやつがこうですから無理でしょこれ。だけど目指してる、だからやってます。世界一のディレクター目指してますけど何か目指してるだけですから。し夜中の3時に海入ってますよ文句あります。無理なんでしょうね。無理なんでしょう。もっとすごい人いっぱいいるんでしょう。だからこうして死を作ってる全然できてない。それで世界一のディレクター目指したやつは夜中の3時に日陰見てる大丈夫かな。でももうだいぶ濃いっすよ。もう飲めないぐらいに逃げますね。入んなきゃもう逃がしあげる。こいつおっとダメおっとっと返そう。ここまでよく残った。もっと大きくなって勝負しよう夜中の3時に世界一のディレクター目指してますけど何かでも今夜中の3時、真冬の無人島で海に入ります。二鉄でとりあえずこの魚返そう。ここまでよく残った。褒めよう。根性ある。小魚逃がすのはなんかそんなかっこいい理由じゃないっすよ。ちょっとだけ愛着湧いたのと味多分変わんない。塩の味は、塩の味にこの小魚は勝てないから。わあ寒い。手が出たまただこれは返す。本当にちょっとなんか動き的に返したい。また戦おう。大きくなって帰ってこい。そん時は森で一月行ってきます。行くよ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。周りにもぜひ広めてください